まあシーズン序盤から勝てない試合が続いて、監督も変わって、まあうまくいかないことが多い中で、タイトルも失って、やっぱり創立30周年って中で是が非でもタイトルは欲しかったですし、まあ、そういう意味ではやっぱり悔しさと、まあ不甲斐なさと力のなさを実感させれたシーズンだったなと思います。チーム全体が若返って、自分がチームをどうにかしなきゃいけないっていう気持ちはすごい強かったですし、まあそれが数字という結果にも表れているのかなとは思います。やっぱりオリンピック期間中、スペイン代表と試合したり、海外でプレーしている選手と一緒にプレーしたりっていうので、非常に高いレベルをの中で練習できて、まあ、その高いレベルを常に自分の中で維持して練習しようっていう気持ちでやってましたし、まあ、それをやっぱチームに還元しようっていう気持ちでもいたんで、そのレベルを維持するために日々、一生懸命やってた結果が成長につながったのかなと思います。リーダーシップとかそこまで気にしてないんですけど、やっぱ細かい、ズレだったりっていうのは、まあ、意識的に気づいたことは喋るようにしてますし、それはまあワン君であってもイクマであってもリンであっても細かいことでもやっぱお互いコミュニケーションを取って喋るようにはしてます。まあまず危ないシーンを作られてる時点で ディフェンスとしては良くないんですけど、まあただそういう本当にそうですね、ゴール前のギリギリの場面で一歩出せるかだったり、まあそういうところは非常に重要ですし、そういう姿を先輩の姿を見てきている部分もあるので、そこはやっぱ体を張っていかなきゃいけないなっていうのは思ってます。名古屋戦ですかね、アウェーの。あの試合多分僕自身の出番は少なかったんですけど、結局多分それが一番良くて、チームとしては まあシュートゼロってことは多分キーパーも活躍してないし、まあセンターバックも多分活躍してないんですけど、結局チームとしてはそういう戦いができるのが一番いいと思ってるんで、まあ、あれがベストマッチかなと。ショートも引き取れる状況でのこのボール、肩のパンチングしましたが、ボールの鋭さ、あるいは町田の頭か。この度ベルギー1部、ユニオン・サンジー・ロワーズに移籍することが決まりました。アントラーズでは、下部組織に小学4年生の時に入って、下部組織に9年間、トップチームに6年間、合計で15年間、このエンブレムを背負って戦ってきました。僕の、人生の半分以上を、このチームで過ごし、鹿島は本当に家のような存在であり、一緒に戦った仲間は家族のような存在です。これからは、世界という舞台で、鹿島で培ったものを全て、ぶつけていきたいと思います。そして、鹿島の、看板を背負って、より活躍できるように、皆さんのもとに、いい報告ができるように、戦っていきたいと思います。いつも、苦しい時、支えてくださったファン、サポーターの皆さんには、ものすごく感謝しています。本当にありがとうございました。